おり久しぶりじかわいわい,いっしょってあんた何あんた化粧の雰囲気も変わったし髪型もなんかみんながかわいって言ってくれるのよそういうもんかねあたしたちだって地元でヤンキーとして天下取ってたわけじゃないでもさ、 私のことを可愛いって言ってくれて私もありがとうって言ってくれて成立してるわけじゃんだからどんどん私は可愛くなる義務があるんだよまあ別にいいけどさえ、東京行って1年でこんな風に人間って変わるもんかねうん、私が変わらなきゃ周りは変わらないからね ままあまあ、別にいいけどさどうなん東京は楽しくやってんのあんた楽しいよ大学はん、やめとは何あんたあせっかくうちの田舎からさあんなにいい大学入ったのあんただけだったわけじゃない勉強頑張ってさヤンキーだったくせに勉強私見てたよ1年間死ぬほど勉強してたの。 うん、勉強頑張ってよかったと思ってるよ。今だって勉強の。勉強頑んったから今があるんだもん。勉強頑張ったから今があるって大学辞めちゃ意味ないでしょ、さすがに。うん,うん、いいの。だってさ、大学辞めてからの初任給ってだいたいくらぐらいか知ってるそうだよ。まあ、19万から25万の間なんだよね。<ー>だったらさ、<ー>今私さ、月いくらもらってると思う<ー>は 今私月いくらもらってると思う？なんか仕事やってんの？やってないよ。あまあ、仕事って仕事かもしれないけど。ちょっと言ってる意味わかんないけど、まあえそんなに言うってことは三十万円とかもらっちたりするの？うん,うん、百五十万。は？百五十万だよ。百五十万だよ。えー？あんた何それ未成年でそんな百万円もらえるなんてことないでしょう。 あんた悪いことしてんだろう、えー、悪いことしてないよ。いなさないバイクの密売だ。しないよなさい。私たちシンナーだってやらなかったじゃないの不良だけど。お互いが見合った価値を払ってるだけだよ。なんだ生意気なこと言うなよ。え何一体何してんの怖いよ話聞くのも。いろんな人かえっいただいているの 私が行ったらお金をくれたりとかあと私はこうしてほしいなとか言ったら買ってくれたりとかもちろん例えば最近だったらいろんなものをプレゼントしてくれるの私はそれを売りに行くの。ブランド物の,のカバンだったりあと宝石だったり欲しいなって言ったやつは全部買ってくれるの。でそれを売りに行くだけ簡単な仕事だよ。 それ頂き女子じゃないのうん、うん、もらってるの欲しいって言ったら買ってくれるのそれであの人たちの感情は感情は満たされてるわけあ、あげたんだ俺がいなきゃいけないんだそうだって私とあなたがいなきゃいけないんだもんあんたそれ頂き女子じゃないのバカ頂き女子リコちゃんってこと うん、欲しいものをもらってるだけで私は「ありがとう」ってたくさん言ってあげるおいおいおい目覚ませ雑魚女おい,いいか、うん、いいかそんななそのお金持ちの方からさあお金持ちだからいいよっつってその好きなもん買ってもらったりいくらもらったりお金もらったりするのがそれ健全なことかねでもお金もらえたらいいよって話じゃないんだよ人間っていうのは働いてお金をもらう働いて働いてお金をもらうから買った時に喜びがあるんじゃない そうでしょ今のあんたにじゃあその一つ一つのものに喜びがあるないよだって一生懸命働い,働いて働いて働いてやっとの思いで買ったさ子供がさ毎日100円のお小遣いを貯めてさ1か月でさ3000円でさ買ったミスチルのアルバムに勝てるものあるないわよ馬鹿じゃないのあんた世の中のお金の価値のね考え方変わっちゃう人格変わっちゃうから今すぐやめなさいタコねえ i 欲しいのえいいの嬉しいよ私め。 これでさいっぱいたくさんさ連絡取ることができるね。ねえ私これからいつもに返事早くなってうかも。超嬉しいこれでたくさんのさ思い出一緒に取ろうね。めっちゃ嬉しいね、同じアプリとか一緒にいれないそしたらさ、そうなんか共有アプリっていうのがあって、私の例えば位置情報とかを見たりとか、あと体重ちょっと待って、恥ずかしいけど、ね、そういうのもできるから、位置情報はい、もうかよ。お前みたいな仕事やってたら位置情報はバレちゃいけないだろうから、位置情報はバラすなばか爪が甘いんだよ、よタコ。タコ。 爪が甘いんだよ位置情報は渡すな何に捨てよ位置情報は最後の最後に決まってるじゃん一生渡さないんだよと最後の最後じゃねえんだよお前な？最終的にこれが欲しいなって思わせるのまだだよいいかバカみたいな女でよくいるパターンがよいや若いうちは若いうちはみたいに言うやついるけどないいか若いうちにこんなことやってたらね年取って苦労するに決まってるんだろバカ だからもうこんなことは一度たりともやらない方がいいんだよ。誠実に生きた方がいいに決まってるだろ、人間は。え人がいたら結婚するもん。気持ち悪い。キモいよ、お前。キモい,いだよ、お前。ここにキモいレバーがあったとしたら、キモい,いだよ、お前。キモいい女だよ。たった1年でだよ、お前は。おい。 もうやめろっつうのいいから今お金もらえてるからいいって思うのかもしんないけどこれからの人生で苦労するしさ大学なんてなんでやめちゃったんだよもう戻れないの大学は戻れないよやめたんだもんバカじゃないの本当にあんたほどのバカを見たことがないね私は未だかつてうん、うん、バカって言われないよこの世界だとかわいいねいい子だね 満たされてくよ自分自身もおいでよ一緒にさ教えてあげるどうやってもらうかどうしのんな,んなんお前そんなんで嬉しいわけないだろう使わなきゃ女。だってろバカ女バカ女に限ってそういうんだよ女は使わなきゃみたいなひいつか痛い目見るぞ <laughs> な人生っていうのはそういうもんなの いつか痛い目見ちゃうの。誠実に生きてる大丈夫なの、わかった。うん。あんたさ。いろんなニコイチでさ。ええー。喧嘩に明け暮れてさ、いろいろやった私たちってバディじゃないの。地元じゃ負け知らず、そうでしょう。確かに。そのあたしを信じなさいよ。うん。ごめんなさい。

8時30分かったじゃあ8時20分から待ってるねうんかったじゃあドンキホテねドンキホテ前さ1人怖いからさタクシー乗って待ってていいうんじゃあ家からタクシーで行くだって怖いもん誰につけられてるか分かんないからうんさだなさんだけにつけられてたいうんうんよかったねえ今日さうん そうシャネル行きたいのよく分かったねありがとう <laughs> 絶縁だよバカ野郎。終わりだ。